こもれないな。いっか。よいしょ。こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。ちょっと早く始めすぎたかな。どうだろう。よっ。はあ。メガネどうしよう。コンタクトしてないから。まあメガネしてない方が漏れるっちゃ漏れるんだよな。こんばんは。ちょっとね、今日お休みでコンタクトレンズをしてなくてメガネをしてるんだけど漏れない気がしてメガネありなしどっちでやろうか迷ってる。ナウライトでピカピカする。どうしたらいいのか。いいかな、したままで大丈夫だいぶオフ感が強いけど。はい、ということで今日も加藤ご飯生配信をやっていこうと思います。なんか結構加藤ご飯生配信を始めていろいろいろんな料理をね、食べたいものを作ってきたんだけど、まあそろそろなんかいつもと違う感じのなんかしたいなと思って、今回はインスタとねツイッターでアメリカのホームドラマそう、ツイッターとねインスタで募集してシチュエーションを。で結構いろいろ来てたけど、一番なんかねおうちデートが多くて、しかもなんか初めてのおうちデートが一番多かったの。他にはなんか疲れた日に食べたい料理とか、お腹減ってるけど痩せたい料理とかいろいろあったから、まあ来週とかやろうかなと思ったけど、まず第1弾は彼氏と初めてのおうちデートをテーマに作っていこうと思います。はい、こんばんは、かとちゃん。こんばんは。今日はメガネしておりますいいかなでね、今日作るお品書きは1、豚の生姜焼き、2、だし巻き卵、3、オクラと塩昆布の和え物、オクラの塩昆布和えで、わかめと油揚げのお味噌汁を作ろうと思います。はい、にゃー、久しぶりに見に来れた、ありがとう。いや今日だいぶね、今日一日お休みだったんだけど誰とも喋ってなかったから声を今やっと出したやっと出したから声がまだちゃんと出ない。よし、では早速作っていきます。じゃあまずは何作ろうかな。ではまずはオクラの塩昆布から作ろうと思います。オクラの塩昆布あえ、はい、オクラ、オクラ、そう、なんでてか、なんでこの彼氏と初めてのおうちデートでこの献立かというと、まあ、とにかく豚の生姜焼きは嫌いな男子いないんではないかっていう。そう、これは鉄板では、しかもめちゃくちゃ簡単だけどちょっと本格的な感じもするから、これは硬いのではと思って、まあ他はまあ和食で統一って感じだね。でまあオクラとかで野菜もちゃんと取り取ってねみたいな。そう、まあ初めてって大事だもんな。ネバネバ系のオクラも外れなし、間違いない。ではまずオクラをさっと洗いまして、このそ額を取っていきます。だいぶなんかメガネすると本当になんだろう、海外の田舎のやつみたいになるんだよな。
よ。でも今日コンタクトしてないからさ、しょうがないな。今はガクってやつを撮ってます。なななな、今日はみんなは何してたんですか？加藤はね、今日お休みで有意義な一日にしようと思ったんだけど、めっちゃゴロゴロしちゃって、唯一できたのはパンを焼いて今発酵してるところ。よし。母の日に加藤ちゃんのトマト煮込みハンバーグ作ったら美味しいって言ってもらいました、ありがとう。おお、そっか、母の日ね。母の日いいね、絶対喜ぶよ。私は母の日はなんか猫耳食パンっていう食パンがあって、それが母の日キットっていうのを出してたから、それをママにプレゼントしました。そしたら実家のモフモフとあの猫耳食パンの写真が届いた。カフェで試験勉強、お疲れ。外でお仕事してました。お疲れ様です。お疲れ様です。そしたらこのオクラをこう塩つけて、まな板の上でこうゴシゴシしながらチクチクを取ります。チクチクがねあるからね。ゴシゴシネバネバ、このチクチクを、ま、塩でスクラブしてるみたい。スクラブです。よし。そしたら、なんかお皿、お皿なんか耐熱容器あるかも。そしたらこのオクラをチンします。お水ちょっと入れてラップして電子レンジで1分チンします。きっと初めてデートに来た彼氏はチンしてるなと思ってないでしょう。こっそり時短をするな。1分チン。いたずりってやつです。それだ、俗に言ういたずり。では次は何しようかな。言うてすぐオクラが出てくるから調味料の準備するか。シナコンブ、めんつゆ、めんつゆ、めんつゆ。見ない間にめっちゃ痩せてる。ちょっとなんかそうなのよ、ちょっと増やさないと、うん、はい、 OK。 はい、チンしました。よいしょ。あちゅい、あちゃ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 、あちゃちゃ、そしたらちょっと粗熱取ろう。明日で20歳になります。ナナちゃんに祝ってほしいです。あやかさんおめでとう。あら、20歳はいい節目だ。おめでとう20歳。いい1年にするんだよ。おめでとう。ではでは、こいつがちょっと熱いので生姜焼きの付け合わせのキャベツをおろしちゃおうかな。ん？奈々ちゃんと一緒に料理してる。あら！じゃあ何今日作ってるんだい？教えておくれ。彼氏と10日以内、寂しい。あー、10日か。1週間とかならいいけどね。10日ってちょっと寂しいよね。なんで10日会えないの？よいしょよいしょ。
サービス。ポテトをあの生姜焼きの付け合わせ。半分使おう。もう半分も使おう。こんばんはに、こんばんはに。よ、今日は私、今日初めて人と喋ってるわに、私は。だからちょっとまだスイッチが、テンションのスイッチが入ってないかもしれない。そしたら、ここでとっても便利なグッズを紹介。これは、あのスライサーって言って、千切りとかをね、これでやるだけで、スライサーで千切りができちゃう。超楽な。超便利だよ。あ、芯が落ちた。もう何でもこれでスライスしちゃえばなんとかなる。ほい、いいよこら。ほら、バン。もう千切りできた。途切れ途切れ、嘘、なんでだろう。え、今見えてる？ Windows 7の回線が。あれ？え、今大丈夫？どうかしら。ちょっと今の接続状況を教えてくれ。出遅れた、こんばんは。あ、いつもありがとうございます。やっほー、見えてる？あ、ほんと？よかったよかった。はい、そしたらね、粗熱が取れたであろうオクラさんを斜め半分に切ります。で、このチンしたオクラにめんつゆちょっと、小さじ半分ぐらい、塩昆布。古い PC だもんで、あ、パソコンで見てるのか。塩昆布一つまみ入れて和えます。お、手が塩昆布ね。簡単に和えたらもう完成。こんな感じで会えたら絶対もう完成で、ちょっと味を染み込ませるために冷蔵庫に入れときます。そしたら次は何作ろうかな。だし巻き卵作ろうかな。にゃっ。ではだし巻き卵ゾーンに行こうと思う。だし巻き卵丼。これね、今日買ったの。なんか今までだし巻き卵もさ、あの大きいフライパンでつけど、今日初めて買って、今初めて使うからちゃんと使えるかわかんないけど、まあやってみる。そしたら、これでいっか。卵を2個、は、初使用だからもしかしたら焦げたりするかもしれない。でもこの形のだし巻き卵やりたかったんだよね。はい、ここに卵2個入れて、何入れるんだっけな。あ、そう、だしをほんのりちょっぴっと、小さじ4分の1ぐらい入れて、水、スプーン、水を2杯、大さじ2杯ぐらい。あとは醤油も少し、醤油
醤油醤油、どこ行った？また醤油ちょっと。うちのだし巻きは甘くないやつです。入れて混ぜます。ちょっと混ぜるやつが小さすぎた。もっと大きなボウルで混ぜればよかった。あとだし巻き卵って何入れるかな。醤油入れたでしょ、水入れたでしょ、だし入れたでしょ、あと何入れる、塩、塩入れるっけ。まあ入れてみる、塩少し。ちょっと何入れるか分かんない、適当にやっちゃった。砂糖か、砂糖、砂糖ちょびっと入れるか。すごい適当。砂糖ほんの少し、甘いのあんまり好きじゃないから。初めてリアルタイムで見た。あらよかった、見ていらっしゃい、見てらっしゃい。ではこの初めて使います。お、何入れる派？塩入れる。あ、塩ちょっと入れた。関東風になるのかな。はい、油を敷いて、関東の卵焼き、関東フレーバーストーンっていうフライパンは優れているよ。へえ、フレーバーストーン初めて聞いた。なんかフレーバーストーン、これは近くのスーパーで買いました。では入れていきます。ちっちゃくてかわいい。上手にできるかな。手前にやるんだよね。手前にやって後ろ。上手にできるかな。だし巻き卵上手にさ、彼氏に作ったら絶対喜ばれる気がするんだよね。あ、まだ緩いかな。あんま作ったことないから緊張する。あ、やばい、真剣になってめっちゃ無言。え、めっちゃ焦げつく。めっちゃ焦げついちゃった。まあいいだろう。え、すごい焦げつく。初めてだからかな。めっちゃ焦げついちゃった。多分1回目だからかも。ちょっと1回こいつはここに置いて、もう一回やろう。砂糖入れすぎたんかな。でも砂糖そんな入れてないんだよね。でもこれ今日初めて使うのだからかもしれない。ちょっともう一回やってみるね。これじゃあ彼氏に美味しいオムレツ、美味しい卵焼きを渡せない。気を取り直して、もう一回やろう。ほっほっほっ、油をしっかり引いてみて。油が馴染んでないのかもね。フライパン温める時間が少なかったらひっつく。オッケー、ちょっと長くやってみるよ。まあこれは味見用で。
と長めにやってみるね。温め大事ね。薄く油引くのよ。もうちょっと薄くていいのか。こんくらい？よし、結構長くやったからいけんでは。あ、火がちょっと強いのかも。よし、いきます。再トライ。最後の間で、お、今度は良さそう。なんかフツフツしてるから今度は良さそうだぞ。あ、今度はいい感じ。あ、つるっといける。おお。あ、逆側から攻めちゃった。ほっ、お、いい感じ、いい感じ、ひっつかない。おー、いい感じ、いい感じ。あ、いいね、いいね。あ、大丈夫そう。よかった、よかった。で、第2戦。これさ、こっち側か？ねえねえ、どっち側だっけ、卵って。こっち側に、手前にあるのかな？奥にあるのかな？次、第2戦。手前だった気がすんだよな。どっち？どっち？料理配信なのに。下？あ、下なの。オッケーオッケー。やばいやばい。やばいやばい。では気を取り直して。うち手前派。へえ。お家によって違うもんだ。で、また巻いていけばいいんだよね。やばいよね、料理配信でこうみんなに聞くっていうね。手前かと。じゃあこっちだって。ほっ、あ、やっぱそうだ。ほっほっほっ、あ、いい感じ、いい感じ。今思ったけど、あ、消えちゃった。この卵焼き器1個ずつしか作れんやん。そっか、だからこんなちっちゃいのね。今度こそ。よし、これで一周こう。はいはい、すごいごついね。もう一回行ってみよう。汗かいちゃった、熱い。第2戦目、やるうちに上手くなっていくスタイルで。大きいね。切るのか。よ。加藤、真剣です。ああ、やっぱり油引かないでサボったら全然焦げつく。むずい。卵焼きむずい。恥ずかしい。今ね、油を2回戦目引かないでやったらさ、案の定焦げつくの。むずい。悔しい。あーあむず。まあ味は美味しいってことで。いやー、みんなでせっかく彼氏に自慢できるレシピ作ろうとしたのに、あ、ひいきした。今日ちょっと調子が。ちょっと練習しとくね、卵。手前にコロコロしてるから逆。あ、そうなの？あ、難しいよ。恥ずかしい。これじゃ料理配信を語れないぞ、私。汗すぎる。いやー、ちょっと汗かいた。
回コメント見よう。見た目は二の次味がちょっと、いやそんなこと言ってくれる彼氏がいいだったらいいね。いやじゃあこの妄想シチュエーションはこんな彼女の失敗にも許してくれるようなおおらかな人という設定でいきましょう。面白いよバラエティーとして。本当まったく待って、もう一回やりたい、悔しい悔しいです。俺卵焼き上手、マジ手前にコロコロしているから逆ってことはあっちにあるんだ。っていうか途切れちゃう、やっぱ途切れちゃう人なんかいるね。なんだろう、はい、ではファイナルラウンド。ほっあっちあっちちちちゃあっちゃ、彼氏と味覚が合えば OK。 確かに、まあ結局そこだよね。もうこれしか卵ない、落ちちゃった。ファイナルラウンド、手前じゃなく奥にコロコロ。ふっ、ほっ、おっおっ、ちょっとコツが分かってきた。ほっ、あ、いいんじゃない、一番綺麗にできた。熱い、慣れてきた音ね。よし、ちょっとこれ写真撮りたいくらいだわ、この成長過程を。熱い、ちょっとこの成長過程見てもらいたい。バン、はい、今日初めてやったんですけど、これが1回目、2回目、3回目、4回目。あーやばすぎ、これはやばい、料理配信としてやばいぞ。したらいっぱいこっからだよ、モデルの店ところ。そうそう、盛り付けてね、まあ、一旦ここにちょっと、ね、置いといてもらって、この一番最初はね、味見用です。本当にちょっと一旦置いときます。焼き具合はいい感じでしょ。あそしたら次は味噌汁を作ろうかな。あーバーコードバーコードじゃないよ。あほらあほら、じゃあ次はまあ絶対に失敗しない、赤目と油揚げの味噌汁を作ります。これどこ置こうかな、ここでいいか。はい、ここにまずお水を入れて、これは間違いない、間違いなく作れる。はい、お水を入れて、わかめ、わかめ、わかめ、いた、わかめを入れて戻ってきます。うん、お、入れるの忘れた。うん、何のコメントだ、見よ、どうカッティング、カッティングするかだね。カッティング、なんだろう。私はだし巻き何重も巻いてごまかします。だよね、今日のフライパンさ、あの膜ちっちゃすぎて何重もできなかったのよ。料理できる女子は強い、その上かわいいなちゃん、最近めっちゃ褒めてくれるやん。では絶対失敗しない油揚げとわかめの味噌汁使います。まず油揚げを入れて油抜き、
ドゥン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 、さっと油を抜きます。これは絶対できるよ。お腹すいた。はてな。お腹減ってるよ。ペコペコだよ。はい、だしを入れて。もち。米うんどみよ。お腹すいてるよ。わかめちゃんはカツオの妹です。はい、知ってます。彼氏をナナちゃんの色の味に合わせるのが大事。私色に染めているってか。いや、みんなはなんかおうちデートで定番の作るやつとかあるのかな、逆に知りたい。ナナちゃん焼酎飲みますか？焼酎は飲めないけど、唯一タンタカタンっていうしその味のあの焼酎だけはソーダ割りで梅干しを入れれば飲めるけど、そんなに好きじゃない。はい、ゆじたら油揚げを入れます。ポンポン、油揚げを入れます。よっ、これは簡単よ。てっきり角の印象はダメよ。角の印象はしません。最近ハマってる映画、最近全然映画見てないな。漫画ばっかり読んでる。日本酒美味しいよね。日本酒でも全然まだまだ日本酒とかも詳しくない。わからない。はい、それでは次は、本日のメインの豚の生姜焼きを作ります。ですね、生姜、にんにく、今日はチューブを使っちゃいます。彼氏には内緒です。彼氏はいませんが、生姜チューブ多めに入れます。で、ニンニク、ニンニクチューブは生姜チューブの半分ぐらい入れます。で、醤油を大さじ2、ね、生姜焼きはよくさ漬け込んでからやる人もいるけど、後からタイプです。なんかおばあちゃんとさっき電話してて聞いたのは、漬け込んでからそのやるのももちろんいいんだけど、塩分が入ることによって豚肉が固まりやすいから、初心者の人とかは後からその味付けする方が肉が固まらないらしい。おばあちゃん情報。そしてみりんも少し、大さじ半分ぐらい入れて、あと料理酒もうちょっとしかない、入れます。分量はね、醤油大さじ 2.5、 料理酒大さじ1、みりん大さじ半分ぐらい。そしたら玉ねぎ、玉ねぎをちっちゃい玉ねぎ3分の1ぐらい使います。いや、半分使っちゃおう。新玉ねぎね、柔らかいよね。加藤家普通の玉ねぎさ、大量に買いすぎてまだ新玉ねぎにたどり着けないの。うちんち玉ねぎ8個ぐらいあるの。はい、玉ねぎをくし切りにします。
し切りにしたらコメントを見ます。わお多すぎ。そうなのよ、多いのよ。何この絵マジ、施されたら恩返しです。すごい文字使ってる。おばあちゃんの味最強、間違いない。また1週間の食事動画見たいです。いいよ、第2弾。もうちょっとしゃべろうかな。そしたらこやつを一旦隅に置いて、はい、今日は豚肉ロース使う。これなんか薄いお肉とどっちにしようか迷ったんだけど、今日はちょっと分厚いロース肉にします。はい、なんか男の子は多分スタミナ、勝手なイメージだけど、若い人もあのお年上の人もやっぱスタミナとかパンチが欲しがると思うから、あの薄いバラ肉とかよりこのがっつりにしようかなっていう。もしこれが自分一人だったら多分これ買わないんでっていうね。ではやっていきましょうか。ロースしか買ったん、間違いねえ。よし、じゃあフライパンを加熱して、ロース肉今日は2枚使います。ラップラップ。分厚いから丸まっちゃうから、切り込みをこの豚肉の白いとこに入れます。軽くね、広がらないよ、丸くならないように軽く入れます。下味とか何もつけてない、筋切り、そう俗に言う筋切り。はい、そしたら先に豚肉入れよう。玉ねぎも入れて、ほうほう、あちゃ、あすごい跳ねる油が。すると、すぐ玉ねぎ食べれない。確かにね、あの柔らかさはレベチだよね。今回転回してるからちょっとうるさいかも、ごめんね。はい、いい焼き色がつくまで炒めます。周りで玉ねぎを炒めちゃうか。よっ、いいよ。これはパワー出る。そう、分厚いのはいいよね。この肉汁もね、タレになるから。玉ねぎはシャキ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 みたいな、あんまり炒めすぎないのが好きなタイプです。男性の人って初デートとかおうちデートで何作ってほしいんだろう。今回妄想で作ったからさ。はい、ある程度火が通ったらさっき作った調味料を入れます。で、絡めます。煮詰める感じで。うまそう。唐揚げ、肉じゃ、カレーハンバーグ。音だけでご飯食べれるな。
進んでますって。うまそう。卵料理である程度料理のうまさわかる。ちょっと待って、今日卵料理失敗してるからやめて。ミッキーさん、ちょっと今日失敗してんのよ。はい、そしたら盛り付けにかかってよく。なるほど、ケチャップで好きってか。ラブ好き、ラブより好きの方が簡単や。はい、キャベツをねこれでもかってぐらい盛り付けて、よし、玉ねぎをベースにして生姜焼きを乗せて、タレもベースなんだけど玉ねぎも後から上に乗せて、うまそう。これは彼氏彼女関係なく食べたいわ。うんうん、いいね。はい、生姜焼きの完成です。バン、焼き具合良ければいいんだよ、形は気にしないで、優しい。完成です、生姜焼き。うん、いいでしょう。そしたら他の仕上げに行くよ。後ろおっさんに何、後ろおっさんに何か映ってますよ。おっさん、お皿。おっさんいるの怖い、怖い、やめて。ですね、そう、味噌汁今日初めて買ったんだよね。なんか最近さ、だしも最初から入ってるチューブのこういう味噌のが多いけど、そう、これのあごだし味噌っての買ってみたの。メガネプリチーですね。ありがちょ、ありがちょ。うん、開かない。これどんな味なんだろう。いや、まあ絶対美味しいと思うけど、こういう味噌のさ、こういなんだろう、液体タイプって本当に便利なのよね。150日大さじ1ってことは大さじ 2.5 か。ポッポッポッで、いいよねこういうタイプ。よいしょ、暑い、今日この部屋暑いな。ね、今日は定食スタイルにしたいから、この器に入れてく、乗せてく。これでしょ。で、味噌汁、右味噌汁、こりゃ彼氏喜ぶんでは。もうそうですけど、うんうん、右味噌汁で、ご飯、ちょっと待ってね、ご飯を、ご飯、こんな定食あったら毎日買う。定食って作るの楽しいよね。はい、でご飯をのせて、あとはそう、卵だ。どうしようかな、卵の存在忘れてた。こいつらな、じゃ一番見た目がいい子をね、彼氏にはあげましょう。どうやって盛り付けようかな。あ、でも意外と
分厚いやつの方がいいのか。はじき切り。あ、いいじゃん。で、ここに寄せて、醤油で、オクラ。オクラを盛り付けて、塩昆布だいぶ冷やしたから味が染みてる気がする、うん、いいんでは、ね、あ、ちょっと乗らない。あ、乗った乗った。よし、できた。初めての手料理ってのも最高、俺は。はい、皆様完成しました。今日のよっ、初めての彼氏が来た時のおうちデートで出したい、生姜焼き定食になっちゃった。生姜焼き定食の完成です。バーン、加藤の愛が詰まっております。よいしょ、結構うまくできたんじゃん。あっちー、あっつい、あちゃちゃちゃ、アイシカカタン。ちょっと待って、背中開いてる。あ、背中だいぶ開いてる。いやー、うまくできたんだと思うんだがし。やったー。じゃあ味見用をね、用意しなきゃなので、ちょっとこの生姜焼き先生をちょっとカッティングしてね。よっ、ちょ、せっかく盛り付けたんだけど今思い出したの。よっ、ちょっと味見用にカッティングしまして、し、まあ、これあと写真撮るからね。よいしょ、玉ねぎでカットしたのを隠して。よし、味見プレートを作りたいな。今日抹茶汗かいてる私。よし、では完成したので、これは毎回おうちデートするな。熱い、ほっとっちゃった、うん、それでは味見タイムに行きたいと思います。まずは生姜焼きから。いただきます。思えぬ味、しっかり男の子好きな味、濃い、うん、ご飯に合う、うんうん、玉ねぎの音分かるかな、シャキシャキなの、うん、うんうん、これはうまい。あの味がね、すごくしっかりしてます。うまい。背中がっつり開く感じの時どんなインナー着ますか。そうだね、これはね、だいたいね、何着てんだろう、ニップレスとかムーブラとかかな、あとベアトップとか。はい、ではちょっと問題作、本日の失敗した卵たち、果たして味は大丈夫なのか。これが味がやばいと彼氏に私食べさせられません。いただきます。
味がめっちゃ薄い。まあ美味しいんだけど卵って感じ。ちょっと想像してたのと違う。なんかお弁当に入ってたらあんまテンション上がんない。微妙。なんでだろう。まあまあめっちゃ薄味。これ生姜焼きがこってりしてるから生姜焼きとセットであったら美味しいけど、こいつ単品だとちょっと薄いです。卵焼きにマヨ入れた。マヨ入れたら美味しいの。ちょっとパンチが足りないかも。愛があれば大丈夫。確かに愛はあります。とりあえずメニューがガチですぎ。はい、では次はオクラと塩昆布の和え物。やっぱ最初の塩もみと電子レンジでたった1分でもたった1分っていうのがちゃんとシャキシャキしててふにゃふにゃしてない。これは絶対うまい。これはうまい。ねまあ味噌汁ね。まあ一応飲むか。いただきます。これ美味しい。これです。やばいやばい、ごめんなさい。これ美味しい。これはまあなんだろう、ほっとする、帰りたくなる家の味がします。あっちまあ今日はいいんではないか。特に生姜焼きが一番美味しくできたな。でね、いつもこう盛り付けるときに、これがね箸置きカゴなんだけど、なんか箸置きがいろいろ入ってんだけどね、この間誕生日でこう猫の箸置きをいただいたので今日はそれを使おうかなと思います。白かな。今日は猫の箸置きを置いて、右利きの人ってこうか。よっ。よきよき。よし。できた。あちゃ。はい。ってなわけでね。じゃあちょっと今回はシチュエーションで彼氏と初めてのおうちデートだから、彼氏にこの定食をあげる時のなんかセリフを妄想で言おうかな。今思いついた。一人で。いきますよ。用意アクション。ねえ、彼氏くん、いやキモいな。どうしたらいいんだこれ。彼氏くん、今日は君がね初めて、まあ、家に来てくれたから、お口に合ったらいいなと思いながら、作りました。ダメだ、演技ができない。まあ君のために愛を込めて作りました。以上です。難しいな。彼氏とかにね、実際もしできてあげるとしたら多分、はいどうぞとか言えない。早く食べなって。早く食べなって言っちゃう。ってよいしょ。はい、あーんとかしちゃってね、しないけど。食べろ。そっちの方がいい。あ、そっちの方がいい。ほんと急にかしこまると彼氏も緊張する。確かに急に彼氏くん。まあそんな感じで
今回は、このシチュエーション彼氏と初めてのおうちデートをイメージした、生姜焼きの定食を作りました。にゃい、見てくれてどうもありがとうございます。いやあっという間だったね。でもすごい見た目がめっちゃ気に入ってる。初めて彼氏に作るご飯って普通ハンバーグとかオムライスとかやね。そう、それも思ったんだけど、何回かオムライスとかハンバーグ作ってたから今日は生姜焼きにしました。それでは今日も見に来てくれてありがとうございました。うん、即嫁案件また来週もね、なんかテーマを募集するか、この間募集して多かったやつとかやりたいのをまた作るので、来週も遊びに来てください。バイバーイ、さようなら。おたしゃり、彼氏に何て言われたいですか？最後それ答えよ。彼氏に何て言われたい？いや、もうとにかくめっちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しいって言われたいですね。来週一番得意なやつお願いします。みんな無茶ぶりがすごい。じゃあバイバーイ、またね、切ります、お疲れ様って。出しゃべ。